高島屋展覧会特別講座。本日は京都女子大学名誉教授広田隆先生、北野天満宮北野文化研究所室長松原文先生にお越しいただきました。こんにちは。今日はこの展覧会、刺繍絵画の世界展ご案内したいと思います。ではこちらへどうぞ。じゃあお願いします。まずはこの作品の、はい、この展覧会でのね、位置づけみたいなのを聞きたいんですけども、はい、例えば花鳥画とか風景画とか人物画とか出てきますけども、この作品どんなふうに考えたらいいんですかね。そうですね、明治の刺繍の特徴の一つとして、その、うん、それまでの以前の時代から比べるといろいろなものが糸で描かれるようになったことが挙げられると思います、うんうんはい、でその中でも特徴的なのがこういった動物画が糸で絵画のように縫い表されるようになったのは本当に画期的なことだと思いまして、うんうんまあ、写実的なという冠がつきますけれども、うんうん、なのでとても明治の刺繍らしい作品かなと思っております。うん、どうですか先生。うん、いや僕はね例えば犬や猫が家で水に濡れて、はい、髪の毛がピタンコになってるのを想像した時に、これは馬もできてるなと想像するね、はい、ライオンの髪の毛がこんな風に立ってる、うん、どうやって分かるんやって言った時に、こういう下絵を見てね、まあしたんだろうなというふうには思うんだけど ね、 確かに日本にライオンが来たか来ないかぐらいの時代ですよね。まだ動物園にもライオンさんがおそらくいなかった時に最初の一枚は描かれたんじゃないかなと。素材が違うので絵筆と糸は違うんですけれども、これの持つ何でしょう、世界観というか本物感の質感を一生懸命写そうとしたのがすごく伝わる作品かなと思います。本当の毛並みに似た質感を糸だから出せてるのかなという作品かなと思います。わらがね、うまいと作ってあるんだろう。もう感心してる。ほとんどライオンさんと一緒の色なのに全然違うものっていうのがよくわかりますよね。質感の違いというか、ね、質感が違うね。そうなんです。マニアックな技術法的なことを言うと、その糸の向きによってやっぱり反射とかが変わりますし、糸のこの撚りの強度によって乱反射するか、その素直に光るかが全然違って、そういうちょっとした撚りの違いで質感の違いを出してたりとか、多分それまでにはなかった刺繍の技法をいろいろ頑張って研究してこれができたのかなと想像させる作品ですね。すごいたまたまなんですけれども、油絵の方の このこちらはピアザーニュアルの付録として配られた、まあ、プリントの絵になるんですけれども、はいはい、それの原画にあたる、ものがハンガリー人の画家で、イギリスで活躍されていた方の作品だったんですね。でそれが日本にこのような形で持って帰ってこられて、で京都で高島屋さんで刺繍がされるという、はいはい、また面白いご縁がこうつながって、はいはい、なるほどね、なんか国際的な作品だなというのも、僕のピアザーニアルっていうんですけども、大英図書館に調査に行ったんですけどね、この絵は残念ながら確認できなかったんですけど ね、きっと、まあ、ここにピアーズのアーズの部分だけサインが入ってる。ああ、本当ですね、アーズで前にきっと P があったと思うね。それはまあほぼ確かだろうと思うんですけどね、まだ確認できてないのが事実なんですけども、なんかそういう風な展開でこの絵がここに来てるっていうことだと思いますね。高島屋さんがその刺繍とか染色とかに使ういい下絵ないかなっていうのを結構外国で探して貼ったりしたんですよね。そうだと思いますね。まあご存知の通り、高島屋さんはロンドンに支店を持ってたんで、ロンドン支店の、なるほど、関係者が集めたんだろうというふうに勝手に想像してますけどね。でもまあいいのを捕まえたなっていう感じ。じゃあね、この作品は、まずタイトルが難しいんですけども、老少収子図、老松に和紙に虎です。でこの作品は、1885年にロンドンの万国発明品展覧会に、出品された作品です。
でこれがその高島さんの記念碑的な作品ということになると思います。で下絵を描いたのは岸竹道という、まあ明治の京都の絵描きさんで、定杉芸員にまでなった割と有名な人なんですけども、まあ、あのご覧の通りちょっと絵が複雑な格好になってますね。でここにあの枝がなってて、で下にもまたこう土波というのかな、こうなってて、であそこに川があって、で虎が水を飲んでるっていう、そういう構図になってますね。でまあご覧になったら分かるように絵がねかなり外れてる、糸が外れてるっていうのかな、はい、他にちょっと言いようがないのであれないけど、ちょっと傷んでる感じがありますよね。これは本当に刺繍かという声が、うん、絵にしか見えないという声がすごく、うん、あの聞かれたものでございます、うん、で私もこうやって見てもあの刺繍だったよねっていう自信がなくなるぐらいとてもあの、はい、絵画的な作品なんですけれども、はい、うん、まあ、一つにはその下絵を実際に描いていただいた上に糸でこう色をつけていってるっていうのがありまして、墨が全くないわけではないので分かりにくいっていうのもあるかなと思います。ただよくあの細すぎる糸で、あのしかもグラデーションがあるような形で縫ってるので分かりにくいんですが、すごく細い糸がちゃんと縫われておりまして、で例えば色が変わっている境界線見ていただくと針穴がちょっと見えたりですとか、あとはちょっと傷んでると言ってはあれなんですけれども、少し色が変わっていたりする場所を見ていただくと糸がこう剥落している場所があるので、そのあここ一本抜けちゃったなとかちょっとここがあの垂れてるなとかっていうところが一番糸っぽいところが分かるポイントになっております。もうあの日本の職人さんの技術がすごかった、江戸から培われたものがあの明治になってその写実的な画面をどう縫うかというのをすごく模索していた時代の大変素敵な作品だと思います、うんうん、夕日に帆掛け船図です。でご覧の通り海原に船が出てて、そこに光が差してるというそういう構図です。でこの逆光の構図は明治になって日本画の中に出てきた構図なんですけども、それをうまく表現してますよね、はい、どうぞ。そう思います。あの刺繍の世界でも明治の30年代後半ぐらいが、うんうん、あの光を一方向から当てまして、そこの部分だけ強調して縫う、うん、風景もそうですし、うん、アシュラ像なんかもそうした半身で、はいはい、あの描かれたものもあるんですけれども、はいはい、その代表的な作品かなと思います、うん、であのモダンに見える理由としてとても春数が抑えられていて、うん、何でしょう、引き算の刺繍という形で縫われてるなと思います、うんうん、ただ注目していただきたいのが雲間、それからあの波のところもそうなんですけれども、黒く沈んで見えるところも実は黒糸で輪郭線が取られていたりしまして、うん、それがこの作品に奥行きとか絵心とかをさらにプラスしているなと思います、うんうん、会場で動きながら見ていただきますと、うん、そこの部分がキラッと光っていつもは見えなかった輪郭が浮かび上がったりするので、ぜひそのようにご覧いただけたらと思います。なるほど。じゃあこれは移動しながら見たらいいわけですね。できたらお願いします。難しいな。じゃあ次の作品に移りましょう。僕はあのアレンタウンっていうアメリカの美術館でこの屏風になってる、はい、こういう波の作品を知ってるんですけども、これはもっとこう小さいですけども革新的だね。この中心部分だけ切り取ったような格好になってますね。多分とても人気の柄で、うん、あのイギリスのブッタレンダルバートミュージアムとかにもありますし、うんうん、あの西洋のお家の中の壁を彩るのに大変人気となった、うん、あの油絵のような雰囲気もちょっとするものかなと思います、うん、刺繍的に言うと総刺繍の作品になりまして、はいはい、今見えているところに一つもその生地地の部分がないんです。すべてその糸で縫われていて縫い埋めているものになります。それからやはり職人さんの苦労が忍ばれるんですけれどもあの着物の縫いとかをしていた方がある日突然絵心がこんな必要な縦横無尽に針と糸を使ってというような作品を作るっていうのは多分すごく大変なことだったと思うんですけれども、これはもうあの皆さんご存知針と糸雑巾を縫う同じ技術で縫ったとは思えないぐらい、うん、絵心で色合いそれから
針足っていうのを決めている作品だなと、うんうんうん、あの波がねこう荒れてる様子がよく出てますよね、うん、本当に素晴らしい作品ですね。これはクジャクズドンチョウということになってますので、はい、まあ、ご覧の通りクジャクがあのオスメス木の上に止まってるっていう構図です。オスがちょうど羽を、広げずにねこう畳んだ状態で、だけどもこう斜めにこううまくね対角線上に、オスの羽が広がってるっていうのがこの見どころですかな。どうですか、あのご覧になってて。そうですね、あの刺繍でとっても人気のあるゴージャスな、うん、あの図柄としてクジャクズございますけれども、うん、あの鳥などを縫うときに目がポイントになりまして、うん、目が生きていたら素晴らしい作品ですし、とても腕のいい職人さんがわざわざ呼ばれて目を入れるっていうようなことも行われていたと言われます、うん、こちらも目をぜひあのすごく丁寧に塗ってありますし、うんね、立体感を持たせるように中に肉を入れて、うん、あのやってますのでご覧いただけたらと思います、うん、あとあのこちら、どんちょうということで京都の祇園祭りなどで有名なの見送り幕ございますよね、はい、制作方法で作られているものになります。一番刺繍貿易の一番初めからこういった作品は作られて輸出されていったんですけれども、西洋ではタペストリー代わりの壁掛けですとか、ベッドにこう装飾として置くものとして使われていたと言われます。で、光を当てると黄金に輝いていますけれども、そのクジャクと木の背面ですね、がすべて金糸で、あの、縫い埋められている、こう、金糸を張ってそれを糸で留めていくという形で、縫われた大変ゴージャスな作品でございます。確かにすごいですね、これはね。やはり、まあ、お値段の話をするのもあれなんですけれども、うんうん、あのカタログなんかを見ますと、うん、金糸が入ってるか入ってないか、うん、金糸の量がどれだけあるかによって、うん、お値段の付き方が違ったりして、やはり万国共通で色褪せない黄金というものは人気があったんだなということが、まあ、分かる作品ですね。うん、なるほどね。この作品は、しだれ桜に鳩掛布というタイトルになっています。ご覧の通りしだれ桜が上からしだれてきて鳩が群れている様子を描いています。どうですかね、この鳩の様子は、うん、一つとして同じ鳩がいないというか、なるほど、なんかいろいろな毛並みの鳩を表現しているのが面白いなと発見してます。特にこのまだら模様とか、うん、糸ならではと刺繍の人は思っちゃうんですけれども、あのとても本物に迫った。うん、なるほど、はい、あとはこの黒地に、うん、あの絹糸の光り輝く模様っていうのが、うん、あの大変人気があったようで、よく作られたものではあるんですけれども、うんうん、あの黒い生地っていうのは鉄焙煎を使っているので、太陽の光なんか浴びると結構すぐにこうボロボロボロっとなってしまいがちで、あの現代にこう残るものが作られたものに比して少ないんですね。なんでそういう意味でも貴重かなと思います。なるほど。じゃあ今度はこの作品を見ることにしましょう。梅に鴨というタイトルです、はい、明治の23年の第3回内国勧業博覧会に出品された作品で、はいはい、あの死体垣七竹堂さん、うん、そして縫いの刺繍の人の職人名がちゃんと残ってまして、はい、加藤辰之助さんという高島屋さんが一番初めに雇い入れた名人と伝わる方ということで、まあ、その名に恥じないとても繊細な割糸っていう一本の糸の単位をさらに割った細い糸によって、あの全体縫われている作品です。で、明治20年代初めてその写実的な刺繍を本格的にやろうとなったようなところで、多分この水の縫いとかも初めて写実的な水を縫おうとしていたりとか、あと足なんかも、はい、こう葉脈が真ん中に走っていて、はい、で左右で色を変えてみたり、うん、その色を変えるんじゃなくて撚りの方向を変えたり段差をつけて色の違いを出したり、そういった工夫が見られている大変素晴らしい作品です。でそれはなかなか難しいですね。近くで寄って見ていただきたい。見分けるっていうのは難しいですよね。でそれを近くによって見ればわかるんですか。はい、小鳥の頭の部分は、うん、釜糸、平糸と呼ばれる、うん、こう釜から上げたままの寄ってない糸で、うん、モケモケモケという形になってまして、うん、その小さなこの小
目のところなんですけど、うんうん、そこはちゃんとよりをかけてマットな質感に見えるように、はい、それがちゃんとグラデーションをかけて縫われているという、はい、とってもあの小さいんですけれども、うんうん、あの技法的にも手の込んでいる、うん、まさに加藤辰之助さんならではの作品だなと思います、うんうん、なるほど。ぜひ会場で単眼鏡が必要かもしれませんがぜひご覧いただきたい。ちょっと暗い感じが、ね、もったいないんですけども、まあ、あのぜひ近寄ってあの見てみたい作品ですね。そうですね、うん、はい、次の作品に行きます。今度は水辺に水金図というついたて型の作品です。これもなかなかうまく刺繍がしてあって本当に感心するんですけれども、どうですか、その刺繍について何かおっしゃりたいこと。あの絹糸の輝きっていうのがとってもよく分かりやすく、うん、あの見ていただける作品だと思います、うん、鴨の毛並みもそうですし、うん、あのどこかから光が当たったであろうこの水草の感じ、はい、それから鴨が水をこう描いていく水面の様子なんかも光がこう当たって見えている感じがとてもよく美しい作品だと思います。あの日が当たってる、例えばこういう風な感じですかね、色を変えてある。そうですね、こちら側からこう当たっている感じが、あの、はいはい、穂って言うんですかね、うん、のところとかが見て取れますね、うん、なるほどね、はい、これもね、ぜひあの近づいて見ていただいたら今お話しいただいたことがよくわかると思いますので、どうぞよろしくお願いします、はい、あの形も大変特徴的なものでご覧いただきたいなと思うんですけれども、うんうん、鳥型をしてますよね、うんうん、でこちらが水金図で、うん、裏側が富士山と松のビロード友禅という違う、はい、あの技法のものになっておりまして、はい、ジャポニスム、うん、刺繍やこういった染色品を、うん、あの海外で盛んに入手していた方たちっていうのは、そのジャポニスム、日本がいいなというような形で買い求めていた方が多数ということで、そのジャポニスムのに向けた作品として大変特徴的な、あの表具の形式をしていると思います。でこういったものを何に使われてたのかなと思うんですけれども、はいはい、あのヨーロッパのお家には必ず暖炉があります、はい、でそれの夏の間の暖炉の穴の部分の隠す暖炉隠しとしてこうしたあのついたてが使われていたようでございます。今日は水金、なるほど明日は富士山というような形で2度楽しめる作品だったのかなと思います。ちょっとしたことですが、あのカモの唇の中を見ていただくとちょっとギザギザしているのが、先ほど発見してくださったんですけれども、はい、あの、ね、地蔵さんは写実的な画面を完成させるために、うん、庭で鳥を飼っていらしたりとか、あの作品通りに植木を植えてみたりですとか、うん、剥製を実際に見てとか、はい、言われてます。その写実性の、うん、あのカモの唇の中まで表現されているというのが大変ポイントかなと思います、うんうん、ちょっと細かすぎて、カメラでは捉えにくいと思いますのでぜひとも現場でご覧いただければ結構かと思います、これは爆風図という作品ですけれども、なかなか見てて、すごいっていうテクニックを感じさせる作品ですよね、うん、でそのテクニックのことですけれども、どうぞお考えのところをぜひお聞かせください、はい、最高峰の作品だと思います、うんうん、やはりその名人、江戸の時代に名人と言われた職人さんたちが写実的な刺繍に取り組まれて、うんうん、で一番苦労したものの一つにこの滝があるというふうに言われています、うんうんはいはい、でなぜかというと、この滝がまっすぐに流れ落ちていく重力を感じさせるような、うんうん、あの縫い方、うん、それから滝壺のこう、何でしょう、これまた光の反射になってしまうんですけれども、あの泡が立っているように見える部分、うん、そういったものも糸で表現するのに大変な試作を重ね、うん、で一番最初はそうめんが流れているようになってしまって、何度も何度もやり直しになったと、はい、なんでできないんだというような形で苦労して苦労して、やっと、もうこれはどこからどう見ても写実的な滝ですよね。なんかちょっと初秋のあの風景が大変、ああそうか、思い浮かぶような、初秋か、なるほど、もみじの感じですかね、はい、ちょっと色づいてきたのかしらという、ああなるほど、
川のせせらぎとか、はい、滝つぼのドドドという音とかなんかまで感じさせる、はい、大変、うん、素晴らしい作品だと思います。うんうん、なるほどなるほど。これもね、近寄って見ていただいたらなるほどというふうにご理解いただけると思いますので、うんうん、ちょっとね今この距離ではちょっと見にくいかもしれませんが、薄く、はいはい、水が流れているところの内部にゴツゴツした岩がある感じですとか、水面にこう、はい、枝が張り出している様子ですとか、はい、もう全てが名人芸だなと思います。いや、よくできてると思います。本当にそれはもう、うん、なんていうのかな、抵抗のしようがない、はい、よくできた作品だと思います、はい、この作品には、はがきのことも一緒に展示してあるんですけれども、この点についてどうぞご説明、はい、ください、はい、こちら箕面の滝のポストカードですね、うん、はがき、写真のはがきがございます、はいはい、こちらご覧いただきますと、まさにそのままの構図で、こちらの刺繍が完成されていることがわかると思います。確かにそうよね、はい、いや僕は子供の頃箕面はよく行ったことがあるんですけれども、はい、確かにこんな感じで、はい、こちらの作品の方も確かにこんな感じだなっていうふうに今見ながら、うん、思いました。そうですね、うん、すごくよくできていると思います。お部屋に日本の名所をというような形で飾られていたのかなと、うん、なるほどなるほど、あ、こちらもね、はい、あ、なるほど、うん、いい話だね、追い松に切り鳳凰図屏風です。ご覧の通り、第1戦、第2戦、第3戦よね、第3戦に大きく鳳凰の図柄を描いている作品です。でこの鳳凰のその鳥の羽の様子がちょっと特徴的なんですけども、はい、どうですか。そうですね、真っ白な羽の様子が、うん、絹糸の光を大変大切に、うん、描かれている作品で、こうして前を通り過ぎるようにお歩きいただきますと、うんうんうん、その過程でこの白色が何色にも変化すると申しますか、うん、どこが光る、どこが強調されるっていうのが全然変わるんですね。絵というのはあまり表情を変えないものかもしれないんですけれども、うんうんね、はい、本当に生きているように生き生きと鳳凰の様子が見れるので、うん、ぜひそのようにこうご覧いただけたらなと思います、うんうんうん、じゃあ視点が変わることによってかなりその表情が変わるということを、はい、ね、見てほしいという、そういうふうに理解しました、はい、光の反射でこんなに表情が変わるんだよっていうのが、ね、とてもわかる作品だなと思います。ぜひこの前を行ったり来たりはちょっとまずいかもしれませんけれども体を動かして鳳凰の、表情が変わるところを見ていただきたいと、思っております。今度の作品は大葛という作品なんですけれども、ご覧の通り非常にリアリスティックな表現になっています。でどうですか、蒼龍っていう名が入ってるんですけども、はい、縫いで、龍という字がありまして、うん、これが京都で、昭和の時代まで制作を続けていた松龍さんという、職人工房があるんですけれども、はいはい、そちらの方が得意とするのはこういった肖像画ですとか風俗画ですね、でその、代表的な作品かなと思います、まだらなひげまでリアルに表現されておりまして、手入れしてないなという感じですよね、はい、で肖像画は写真を持ち込んで、うん、うちのおじいさんを縫ってくださいだったりですとか、うん、うちの社長を縫ってくださいだったりとか、うん、プレゼントに、うん、そしてこうした風俗画は日本らしい女性、うん、日本らしい男性というものをお土産に持って帰りたい外国の方に人気ということで、うん、発展したものになります、うんうん、よくできてますね、うん、なんかちょっと気難しい大工さんっていう感じが、ね、わかりますね。確かにね、今度の作品は日光妖艶右衛門と新京図という作品なんですけれども、ちょっと今と一風変わった感じがすると思うんですけれども、どうですかね。
結構人気の、うん、あの観光地ですよ ね多分外国の方が思う日本らしいナンバーワンみたいな形のコースだなと思います、うんうんうん、ご注目いただきたいのがあの空の部分なんですけれども、うんうん、あの生地その地面の部分が出ておりまして、うんうん、そこがあのとても特許を取った特徴的な織りになってます、うん、で刺繍織りというんですけれども、うん、あのこう糸を浮かせて、はい、織物として出てきた時から全部刺繍がされているように見えるもので、うん、これがもう刺繍のあの針数を少なくする、はい、工業化ができない手刺繍において、はい、いかにその手間を省いて、うん、たくさんいいものを作るかという時に考案された、はい、あの刺繍の近代化のデータと思われます。でこれがあの風景図にとっても適したのでそこに絵を描いてというか色を入れて、はい、でそこに、はい、あの刺繍をさらに施すことで、うん、絵画のような、ねはい、質感が生まれております、はい、刺繍織りですね。はい、刺繍織りの上に刺繍がされている作品ですね。ぜひあの近づいて どこが刺繍でどこが刺繍織りか見ていただきたいなと思います。今度の作品は、屏風菊花文様っていうんですけれども、ご覧の通り全面に菊のいろんな種類の花が刺繍で飾られています。菊のスタイル、うん、先生の方がお詳しいですけれども、あの画家の方たちに頼んで、うん、あの菊の文様がとっても海外で特にフランスを中心に海外で人気があったということが日本にこう、うん、明治の早い段階で伝わってきまして、さまざまなパターンの菊の図というのがここ、はい、高島屋さんのそれこそ学校室などでも作られておりまして、はいはい、こちらもあの大輪の菊から小さな菊から、うん、そしてそれぞれ、うん、あの縫い方を変えて、うん、縫われています、うん。特徴的なもので言いますと、まあ、この大輪の菊の花びらの先の部分には肉が入っていて立体感を出しておりますし、うんはいその真ん中の部分、花弁っていうんですかね、うん、真ん中の部分にはあのドット刺繍と言われるサガラ縫いという、うん、こう丸い、ドットを作る縫い方がされています、はい、でその応用編がそちら の,、うん、あの菊になりまして、うんで、サガラ縫いをちょっと大きめに作った変わりサガラっていうんですかね、うん、その縫い方であのポンポン菊のようなものが表現されていて、はい、菊の味わい、うん、それから絹糸の輝き、そしていろいろな技法がどう見えるかっていうのも楽しめる作品になっています、うん、本当に花が大きいよね、はいうん、本当に当時菊が人気だったんだなと。で、また大変丁寧なお仕事の作品ですので、うんうん、あの見応え十分なものになります。こちらのコーナーは、リロード友禅を集めて、展示してあります。で今まで刺繍の作品を見ていただいたんですけども、今度はリロードに、折って、カミソリでカットするというリロード友禅というふうなタイプの作品です。色が濃くなっている部分と感じる部分が起毛されたその、うんカミソリで切って、毛羽立てた部分というものになっています、はいはいうん、何でしょう、独特の温かみのあるような質感、うん、ベルベットのような質感というのが出まして、うんうんうん、とても説明しにくいんですけれども、ビルボト自体が銅線にこう絹糸を巻きつけたものを横糸としてこう織られるものでして、うんうん、でそこがそこをの頂点をカットすることによって起毛すると。でそうじゃない部分は友禅だけ施してあるので、ちょっとマットな風景画に適したようなあの感覚があるというものになります。風合いの違いをあの楽しんでいただけたらなと思います。今見ていただいているのが、宇治川激流夜の経緯というセントルイス万博に出品された作品の王子体です。王子体というのは、あの染色作品と同じサイズの子体だということです。で、これはあの刺繍参考画集というものから、ちょっと改変を加えまして、こういう子体に仕立てています。で、一番大きいあの変化の点はここにあります、家の図です。で、もともとあの洋画だったんで、洋風の家だったんですけども、それを日本風に直して日本の民家に仕立ててるというのがこの下絵の面白いところです。
でなぜかっていうとね、日本の風景を描いてそれをその海外にお見せするっていうのが最もの最初の出発点ですから、洋画を日本画に仕立てたというそういうところを見ていただいたら結構かと思います。で大変大きな作品なんで、なんていうのかな、ちょっと見にくいところもあるんですけども、こんなものがそのセントルイス万博に出品されてたんだっていうのを、見ていただければ結構です。でタイトルも洋画のタイトルを、日本画の風に変えてね、宇治川激流夜の景っていうふうなタイトルにしています。宇治川はご存じの通り、琵琶湖の、南の端、南郷の荒井関から始まる部分で、やがては木津川や、淀川なんかと合流する形になるんですけどね、その、川の流れを宇治川だというふうに見立てて、この作品を作ったというのが面白いところだと思います。本日は京都女子大学名誉教授広田隆先生、北野天満宮北野文化研究所室長松原文先生にお話しいただきました。